はい、どうも、ネングシューターと申します。今回は周囲の野望実況を始めてまいります。前回のあらすじでございます。初回からかなり動きましたね。道館、牧羊、長安、勝敗ですね。あと可否、四都市と関が一つですね。地の利も二つ得ております。そして州牧を受賞いたしました。しかし極級なので采配武将はなしですね。官職が増えます。そして現在攻められておりますね。早速ね、この異民族の方と、あまり異民族言ってるとファンには怒られちゃいそうだけど、こちら馬長ですね。馬長長安まで来ております。その数およそ11,000。まとめてこられるとちょっと落ちちゃうかもしれませんね。しかし我らが主人公イフリト周遊出陣いたしました。この2部隊6000、4000で撃退できるかというところ。さて今回どう進んで、まず同盟組めるか組めないか考えるだけでワクワクしますね。今回も楽しくゲームをやってまいりましょう。まず周遊対馬長ですね。馬長があんまり吸い付いてこられるとちょっと家系の位置がずれちゃうんで、あっと吸い付いてくるかな、これちょっとまずいか、位置が、家系の位置がずれてる。あ、大丈夫大丈夫大丈夫、危ねえ。で、着きましたね。いや、ついてたところに飛び込んだのか。これはいけるでしょう。あー、食った。そこでかますか。極級早いんだよな、先方が。さて、これはですね、神前ですね。まだ親密いかないか。うん、しかし、バッチョ、あー、これは火で消えましたね。まあしかし倒せたのは良かったでしょう。さてこれは演術ですね。演術はまだ緻密ではない。さて追加ですね。こちら孫権、これ攻めてきてますよね。孫権、関寧、周泰、この親愛コンビ、これ勝敗ペコペコなんでちょっとまずいですね。輸送2ターンでね、まあ一応入りますけど。そしてこちらはヤンタイですね。平坦切れましたね。これさすがに倒せますね。そして長安防衛、周囲ですね、戻りますね。火の中に入りまして馬頭を迎え撃とうという作戦ですね。両校まず撃破。さてどう出るんだ馬頭君。なかなかやってこない。あ、大気か。この大気は何だ、何を狙っている。バトン前に出ましたね。周遊狙い。しかし火を放ったぞ。お、芝将発見。まあ来ないな、芝家は全然来ないな。何が悪いんだ我々の。王さん迎えましたのは演術のもと。これで親密になってほしいところ。どうですか。おしよしよしよし、親密ならばね、同盟いけるでしょう。次は董卓、これもうまくいくでしょうか。これも親密だ。では同盟、まず董卓からですね。ここ欲張らず1年ぐらいでちょっと刻みますか。あんまりね、またお金積まれても、もし積まれたとしてもですね、払える額にしたいんで、まあ、2年より1年の方が安いでしょう。演術も1年、豊に行ってもらいましょう。長安坊へ戻ります。このカツカツ感たまらないですね。さてこのターン周囲が持つかどうかですね。まず馬頭に火をつけます。そして北側から出た孫策、平坦を切って攻撃いたします。おっとゲイハーだ。だがしかし火がついた模様ですね。緩急行来ない。どうですか、回り込んで、あ、周囲もなんとか持つかな。あ、いいですね、いい感じです。平坦も切れてさっくり倒せそう。うん、平坦を切るまでもなくですね、倒せました。おっとバット、いきなりだ。いやー、これはどうでしょうか。解放してやったら我々に何かいいことがあるのか。しかし初段しても馬長が君主になるだけですもんね。いや、これはどちらがいいのだ。まあいきなり初段することもあるまい。解放すまぬ。
君主解放でも1段階しか上がらないですね。お、ローマ行きましたね。全然ね、上がらないでしょうね。58か、何ももらえないかな。女皇発見。え、うわ、来た来た来た。あー、これは偉いこっちゃ。撃退したことで動けるんで安定取りたいなと思ったんですけど、これどうでしょうね。戦費長安に来るんですかね、これね。あ、信用か、信用に来るのかな。まあどこでも来るのか。これ今とか動かれたらもう終わりなんですよね。だから安定取るのどうだろうと今思ってるところなんですけども、まあ兵数足りないですね。行くのやめた方がいいですね。一方可否、このお兄ちゃんめちゃめちゃ強いんだけど、これ兵単切ったのに士気こんなに低いんだけど、2部隊やられちゃったんだけど、これおかしいな。なんかやられてるんでしょうね。魔術師とかいう戦法持ってますね。いや、ちょっと敵を知っておこう。魔術師全状態異常付与ダメージ、むちゃくちゃじゃないかこれ。これは強いわ。鎮毒と同じだ、鎮毒で妙算を持っていて、この腐敗だ。うん、これは簡単には触れないですね、波の武将じゃ。うわ、やられた。アニメのお兄ちゃんにやられた。さて、トヨが向かったのは演術のもと同盟だ。さて同盟、今回こそ結べるか否か。熟考の上ご決断下され。はい、分かった。よしよしよし、ただだ、来ました。ただ1年間結びましてございます。演術、次は董卓ですね。こちらが本戦。12ヶ月同盟、我らに必要な同盟か悩みどころですな。はい、分かった。よし、やっぱ親密ですね。きっちり親密まで上げないといけません。ここで途中経過ですね。どんな勢力図になっているか。我らが孫権軍、現在6都市ですね。序盤いきなり6都市です。空白が多いシナリオでございますね。そして後金ですね、北海まで取って、青州から河北、残りは城兵といったところ。これも強力な勢力になりそうです。敵が我々しかいない。どうしましょう、これ同盟結んだ方がよろしいでしょうか。そして孫権ですね、我らが打倒したい孫権、こちら5都市。そこに挟まれてるこの異民族の方、同盟軍でしょうかね、これは。で、袁紹、曹操、蜀いう具合ですね。まあ、曹操がちょっと伸びそうですね。袁紹は孔子ぐらい、劉備に至っては全然伸びませんね、これね。曹操を倒すしかない。それか馬頭と骨肉の争い繰り広げるか。しかし馬頭領主に出ましたんで、ここで領主取るかもしれないですね。領主難しい土地ですね。この異民族2つに挟まれている、どっちともねやられてしまいますね、我々だったら。やはりここはですね、ローマの力に頼らざるを得ないんじゃないでしょうか。よろしく頼む。お、果汁だ。あー、来ないか。なんかここぞって時に来ないですね。結構見つけてるんですが。うん、また馬頭軍来ますね。よろしくお願いいたします。さっきせっかく逃がしてあげたのに。仏の顔も一度までですよ。お、観光発見。うん、来ない。やっぱここぞってところで来ないな。おっと、栄冠登用、これは大きい。政治力高いですからね。使者が到着しました。お、董卓から使者。これは金3000と兵糧1万8000の交換か。これ計算ができないな。電卓出そう。5倍ですね。なんかこの間もね5倍だったんですよね。で、1万8000やったらなくなっちゃう気がするんだけども、まあやってみますか。そんなね、なくなっちゃうほど要求してこないでしょ。陳留から取るんですよね。ああ、大丈夫だ。1万は残ってる。で、金が3万5000になりましたね。でもちょっと待ってください。今ね、相場がねすごいの。損したわい、これ
半値だ半値、商人に売った方が良かったわ、こらこらって、騙されたわ、董卓に、各取り所に騙された、キャッチセールスか、コメコメ詐欺か、お前ロマン飛行か、コメコメクラブか、もういいか。一方五軍の集隊ですね、満朝によって兵団が切られました。そしてここの歩を取る芝将、あ、来ないのか、芝坊の頼みでも受けられない。接しましたね、ここで家計放ってまいります。お喜びください。うん、惜しい、それじゃない、それじゃない。一方また長安にですね、馬長が現れました。ここはまた行きましょう。孫策周囲を初めから出しまして、平坦切りの構えと家計ですね。どうしようかな。あ、さっきよりでももう兵少ないぞこれ。ちょっと消耗しましたね、さっきの戦い方で。最初から平坦切ってですね、やらないとダメですね。で、周囲は一回後ろで罠作って技法作戦やってみましょうか。まずは周隊ですね、このターンは。で、右の孫権もちょっと動きがね気になりますね。うん、炎で終わりましたね。きったー、やりましたね。これで周囲を100超えましたね。107ぐらいになる。よし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 、これは大きい。これでなんとかなりますね。芝園来ない。あ、芝居だ。あ、来た、やべえ、すごいぞこれ。これはなんとかなるかも。兵数全然ないけど。達成いたしました。それでは名品授与、老子。あ、そっか、今外へ出てるんだ。あ、そっかそっかそっか。ああ、いや戻したいな、一回戻すか。どうした、戻そう、早く100にしたい。では一旦周囲を戻してですね、馬長、これ馬鉄か馬厩か、どっちなんだこれ、いまだに覚えられない。いや、これ馬厩だな。共に行こう。お、法政だ。あー、来ないか、すごいな。なんか知力と政治家ばっかり出ますねここね。馬長は追ってきますね。しかしそのせいで孤立してしまった。お、お、これどこ、あ、上兵か、高孫公立ち上がりました。もう一度名品老子、今度こそ行きましょう。周遊、これで知力107、無敵のイフリートだ。助かる助かる。もう一度周遊出しましょうね。この107の知力になった周遊を使いまして、馬長に技法をかけましょう。成功確率 70%、 これでも100にはならない。この火罠ですね、行ってもらいましょう。もうちょい火罠こっちでしたね。ルートが被っちゃうなこれじゃ。さて、うまくいくか。あと孫策ですね。あ、やられちゃうかな孫策。一歩目がね早いんですよね、だいたい敵の方が。補正、あ、よし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 。あ、そうだ、100だ、軍師100だからこれ全部釣れますね。芝園、関藩、火器も来る。よし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 、立ちましょう。お、もう技法聞いてないか、どうなんだ。あ、聞きましたね、今聞いた。そして馬厩は撃破だ。で、技法の方が優先ですよねこれね、確かちょっと強りも。うん、切れた、ちょうど切れましたね。平坦エリア外でしたね。お、残者の剣見つけちゃった。これすごいな、もう孫権のところですね、プラス10が3つあるわけですよ。老子、孫子、残者、もうこれで十分ですよね。政治プラス10なんかいらないし。微力を尽くします。達成いたしました。お、論語も見つけちゃいましたね。これでもう一人100作れますね一応ね。さてさて、技法がかかってさらに平坦切れの馬長、馬長残りの兵数1200、
連携見たいな、出してくれないかな。います。あー、出せないか、出さなかった。うん、トライもしない。一方ですね、こちら勝敗の方、ここでですね、なんと兄弟骨肉の争い始まっていたんですね。孫権はですね、後ろから平坦切りました。そこで待ち受けていたのは孫昌公。もう撃っちゃってますね、これトラコを撃っちゃってます。たかれー、さあ兄を追い詰めるのだ。よろしく頼む。お、リュウバン投与。魅力を尽くします。残り2000を切りました孫権。ええ、あ、慶陽か、びっくりした。これも常に自分どこやられるんじゃないかとね、あの声がするたびに思いますよね。さて我々ですね、安定取りに行こうと思います。なんとか輸送で兵数はやりくりして、まあ、取っとかないとですね、どうせ馬頭が取るんで全力で長安攻撃にね出られてしまうのもなかなか辛い。その後ですね、部位をどっちが取るかですね。もう兵数がカツカツなのはですね、馬頭も同じですから、なんとか頑張りましょう。まああとは異民族ですね、これがどう出るか。まあでもあれかな、攻撃要請されなければ出てこないんですかね。そこら辺まだ仕様がちょっと分かってないですけども、ここは長安から徐行ですね。1どれくらいも、まあ3000でいいか、3000持たせて入りましょう。いや3000、4000の方がいいか。感触を1回与えて4000にしましょう。では徐行安定に向けて4000出発でございます。出陣する。着いたらすぐね、人を送らなきゃいけないですね。そして兄弟骨肉の争い見てまいりましょう。1600、1400このターンで行ってしまうか。火などを放っていないので、これは純粋に攻撃でというところで、演術からの使者、これは何でしょう。天水攻撃、馬頭か。馬頭でも攻めてくるかな。攻めてくればそれで終わりになるんですが、条件ヒョロ15000やりましょう。承諾承諾、ただでもらっとこう。で下がる、有効に下がる、また進前しなきゃいけないというところで、今回安定へ向けて進むことができました。また攻撃要請、馬頭軍、これはうまく攻撃することができるか。また兄弟骨肉の争い、間違いなく妹は兄を倒す。どうなるのか、孫権その命。今回も最後までご視聴ありがとうございます。もしよろしければチャンネル登録、高評価お願いいたします。